この門は岡部の殿様の門。岡部藩は22,250戸。西寺に陣屋があった。陣屋には二つの屋敷があった。一つは殿様がいつもいるところ。もう一つは地方屋敷。地方というのは農民を相手にする。地方屋敷というのは農民から年貢を取ったり、農民の争いの裁判をするところ。というわけで陣屋には門が二つあった。これは大手門ではありません。この門を通って農民が出入りしていた。宝永2年、1705年、300年前のもの。大名の門としてここに残っている。これは馬に乗って自由に通れる高さがあった。渋沢栄一がこの門をくぐっている。渋沢栄一が17歳の時に、岡部の殿様から血洗島村に、1500両。娘が嫁に行くから献金しろと。昔は金がなくなると、豪農の家から金を取る。宗助の家は1000両。栄一の方は500両の割り当てがある。岡部の陣屋に呼び出された。栄一の父一郎右衛門が行く予定だったが、用事があって17歳の栄一が宗助と共にこの門をくぐった。栄一はなかなか返事をしないで家に帰った。父は泣くこと自答には勝てないと500両出した。その時から栄一は官村民婦。役人が偉くて民間は弱い。官村民婦の風潮を直さなければならない。そういう思想が頭の中にこびりついた。岡部藩は22,500戸だが、江戸時代に川越藩が170,000石、岩槻藩が300,000石、押し藩が100,000石。埼玉県には大名が4つある。その4つの中で初代から幕末まで300年間大名が変わらないのは岡部藩だけ。岡部藩は22,500石だが、岡部が22,500石ではない。岡部の夫妻寺が5,000石。半原、今の愛知県の新城と大阪、そこに領地があった。昔は飛び地と言った。明治維新になって岡部藩は半原に引き上げた。岡部藩には有名な高島秋藩が幽閉された。江川太郎左衛門の先生で日本の法術の先駆者。この高麗門は天井にバッテンの筋がある。初期の高麗門は城の門だった。城の門はもっとぺちゃんこだった。それでは敵が見えないので屋根を上に上げている。そういったわけでこの門は初期から2番目の作り。これは非常に珍しい。この小さい切り妻の屋根は城門を格納するため。高麗門は朝鮮から渡ってきたのではなく、秀吉が朝鮮を攻めて帰ってきた後、このような門が発達したということで、高麗門という名前がついた。